ちょっとボンネット開けてみました。ははは。いや、いい HEV ということで、ツーモーター式と。おー、こいつか。あまり見たことのない、このパワーユニット。あれがモーターかな。ちなみに、この 1.5 リッターガソリンエンジンは、98馬力の、最大トルクが、127ニュートンメーターですね。で、モーターの、最高出力は、109馬力と、だいぶね、アップしてますよね。しかもトルクがね、253ニュートンメーターもあるということで、このフィットのね、この小さいボディに、いや、よく詰め込んだなと思いますよ。では、試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認、よーし！新型ホンダフィットリュクスということで、ついにね、試乗ということですね。いやー、走り出した瞬間ね、まずね、第一印象ね、やっぱこれリュクスだけですかね。なんかね、ちょっと、高級感を感じるなという感じですね。前のフィットより、なんでしょうね、なんか乗り心地これ本当そうなんですよ。乗り心地がね、良くなったなという感じなんですよね。今回のね、フィットの心地よさっていうのが、やっぱね、乗った瞬間ね、わかりましたね。すごいね、前のフィット3は結構、こう、走るぞと、ちょっと攻撃タイプのデザインだったんかな。で、今回のフィットはね、なんかすごいね、アットホームと言いますかね、シームレスと言いますかね、なんかね、親しみやすい感じがするんですよね。このシート一つにしてもね、なんかすごいね、足元がね、この太もものあたり、この辺のなんか接地感がちょっと変わってきたのかなという感じしますね。ちょっと深いソファーに座ってるかのような感じかな。はい、ちょっと前が空きましたので、踏み込んでみようと思います。あ、思ってたより、なんかね、乗り味としては、スッとね、出るというよりは、こう、ちょっと、どっしりした乗り味という感じがしますね。2モーター式でね、1.5 リッターが積んでるということなんですけど、まあ、この EHEV ということで、最適な、燃費性能と、この乗り味を、両立してますね。基本的には、今 EV 走行してますね。大きいね、スピードメーターの液晶のところに EV と今表記されてます。今時速35キロですね。40キロ、行きました。40キロでも、EV 走行が、可能ですね。私のね、前のフィットは、15キロぐらいですね。で、すぐ、エンジンの方がかかりましたね。ですが、今回の新しいフィットは、この EV 走行がメインだという感じですね。ちなみにこの、フィットハイブリッドリュクスは WLTC モードで 27.4 キロパーリッター走りますね。今ね、5分ほど走りました。このリュクスの、静粛性、ものすごいね、いいというわけではないんですが、特にね、このロードノイズ、それがね、結構全然聞こえてこないなという感じがしますね。で、何よりね、この、やっぱね、これ今無意識に走ってたんですが、この A ピラー、さっきカーブ曲がるときとかね、やっぱこの視界の良さが、格段に上がってるなという感じがしますね。やっぱこれ細いだけでだいぶこんなに違うんですね。で、ブレーキホールドを押しました。今、ブレーキ外してる状態です。止まってます。で、前の車がね、発進したら警告が鳴りました。これね、ちゃんとね、鳴ってくれるんですよね。これね、ほら、左の確認するとき、巻き込み確認のときね、すごいやっぱ見晴らしいですね。ではここね、50キロまで走れますので、踏み込んでみようと思います。やはりね、ものすごいやっぱモーターの加速域っていうのが、低速度機ではそんなにグッとくる感じではないですね。
まあそれよりスピードが乗った時に必要な時に、モーターのパワーがぐっと加速する感じはしますね。例えばこの追い越し車線、こういう時はねスムーズに、加速されますね。ただちょっとね、0キロスタートから、の、踏み出しっていうのが、前のフィット3に比べてどうでしょうね。この設定ですかね、ちょっと、まあ、緩やかな、スピードアップという感じがしますね。2モーター式になったので、いやもっとその辺ねこうグッと行くのかなと思ったんですけど、やはりねやっぱ燃費のこととかいろいろ考えられてですかね。で、ホンダセンシング、機能がね追加されております。ぶつからないためにということで、近距離衝突軽減ブレーキっていうのがね、追加されましたね。それに加え、ACC に、渋滞追従の機能がつきましたね。渋滞追従の機能がつきましたね。カミカミ。ちょっとやってみましょうか。はい。今ね、前の車に追従しております。引っ張られるように走っていきますね。いや、これ不思議な感じ。もうアクセルね、今踏んでません。今29キロ30キロまで、スピードがアップしましたね。前の車に本当にねこれ引っ張られるかのようで、ついてきますね。今最高速を、40キロにセットしています。前の車がスピードが遅くなると、フィットもねブレーキかかるんですよね。わーで今、追従してた車が右に曲がりましたので、次は青い、車に、追従ロックしましたね。はい、今0キロです。完全に止まりました。はい、軽くアクセルを踏んだら、進み出しましたね。40キロまで、加速、スムーズに加速しました。まあこれね、かなりね楽だと思います。結構ね渋滞の時って足がしんどくなりますよね。いや今回のねフィットね、すごいねやっぱ重厚な乗り味だなという感じがしますね。フィット3まではね、カジュアルで軽いね乗り味だったんですが、この新しいフィットに関してはねすごいなんか重厚感が出たなという感じがしますね。はい、ちょっとコンビニの駐車場を止めてみますね。ではちょっとねナビセットしてみましょう。実際の標識や交通規則に従って運転してください。ちなみにこれハンドル可動域これぐらい動きます。上にも、上はねこれぐらいですね。結構上まで上がる。下はこんなもんか。いやナビ大きくていいわ。めっちゃ見やすい。やっぱねこのナビ一つにしてもね使い心地っていうのがねいいと思いますね。でさっきからねもう街乗りね、20分ぐらい今走ってます。それでもねほとんどねほとんどというか今のところ EV 走行のみですね。いや本当に実用的に、EV で走れる車なんだなという感じがしますね。このエアコンもねこのダイヤル式ですごいやっぱ操作がしやすくなりましたよね。すごい使い慣れた道具を、操作するという感じですね。あとねちょっと今しばらく乗って気がついたんですけど、なんかボディサイズ変わってないですよね。ちょっとだけ変わったかな。なんかね車内が横に広く感じますね。やっぱそれはこの A ピラーの細さにも関係してくるんかな。なんか乗っててねすごいワイド感を感じますね。はい、いかがでしたかね新型フィット。いやリュクスやっぱり高級感があって良かったですね。こちらの車はホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダフィットリュクスでした。じゃあねボーイシュ。